今回は前回行った、並べ替えた表、罫線をつけた表を使って VLOOKUP 関数の説明をしていきたいと思います。牧志田中学校の名簿を見ると、D 列の所属ナンバーと E 列の所属部の欄が空欄になっています。こちらはどのように埋めていきたいかというと、 D 列の所属ナンバーに例えば10と入力された場合、所属部、こちらのですね、G の3から H の8セルに入っている所属部を見て、10に対応する所属部、部活名が E の4セルに自動的に入るようにしたいと。つまりこの場合は D の4セル10なので、所属部 E の4セルは卓球と出るようにしたいと、表示されるようにしたいと。例えば、金子さんの所属ナンバーが20と判明したときは、20と入力したら、その右のセル、所属部の入力欄に自動的にテニスと、こちらですね、テニスと入力されるようにしたいと。こちらの表を参照して、D の列に入力されたものを、見て、E の列に表示させるというのが VLOOKUP 関数になります。ではですね、D の4と D の5セルはあえて入力したままにしておきましょう。関数を入れる部分は、表示させたい所属部の入力欄になります。手順は、E の4セルに VLOOKUP 関数を設定したら、オートフィルの形をとって数式を E の11セルまでコピーしたいということになります。ですので、ずれていい部分は相対参照、コピーしてもずれてほしくない部分は絶対参照を使うということになります。で、今回は、そうですね、両手、ドラッグを使った作業が可能な方について主にお伝えをしていきたいと思います。E の4セル、関数を入れたい部分を左クリックで選択しましたら、やり方はいろいろありますが、関数の入れ方、数式タブ私は開いてですね、アイコンが分かりやすくこう分かれていますので、ここからいきたいと思います。関数ライブラリというグループの中の、何かを探すという関数なので、検索行列というアイコンを左クリックします。で、1つずつ関数にマウスポインターを当てますと説明が出てくれますので、知らない関数もこのようにね、これかなというふうに探すことも一応可能ではあります。で、今回は VLOOKUP って分かっているので、一応説明見てみましょう。VLOOKUP 指定された範囲の1列目で何やらかんやら、やめとこう。こちらを左クリックします。そうすると、イコール VLOOKUP と、数式バーにすでに入ってくれて、あとはダイアログボックスに、書かれている入力欄をそれぞれ埋めていくだけです。まず1個目の検索値入力欄、入力状態にします。もしカーソルが点滅していなかったら左クリックで入力状態にします。その後は検索値ですね、 D4 セルを左クリックします。どういうことかなというと、 E4 セルは、D4 セルの値を、GH 列から参照しまして、 H の列を返すということで、検索するセルは D4 になるんですね。では D4 セルの値をどこから探すかというと、次の範囲の入力欄、左クリックしてこちらに入力をしていきます。VLOOKUP 関数の2個目の入力欄、範囲のところ左クリックをしておきます。で、探すのはどこかというと、ここから探すよと、見出しの行は無視でいいです。G の4から H の8セル。で、ここで気をつけていただきたいのが、後ほどオートフィルするときに、検索範囲がずれていってしまうと困るので、絶対参照にします。ここで F4 キーを押します。ABCDEF の F4 のキーですね。それぞれの行と列の名前の前にドルマークがつきました。オートフィルをすることで、コピペした先にも、範囲がずれずに G4 から H の8セルを見てくれるよということになりました。では次、列番号の入力欄、ダイアログボックスの3つ目の入力欄、左クリックで入力状態にしましょう。
ここは何を聞いているかというと、今範囲に選択した G4 セルから H の8セル、正確な所属ナンバーと所属部が入っている表の中の、何列目を返しますかと。範囲で設定したうちの左側を、1列目、範囲で設定したうちの、左から2番目を2列目と数えるので、列番号はここは半角で2と入力します。範囲で選んだ中で左から何列目を返すかということなんですね。なので選んだ範囲の中から左から 1,2,2 列目の所属部を返したいので2列目と。で最後、ダイアログボックスの4つ目の入力欄、検索方法ですが、こちらは True と False、説明が下に書かれていますが True か False しか、入りませんよと。 True は近似値、近い数字のものを返すと。で False、これは完全一致した数字に対応するものを返すということで、今回は、ね、False を入れます。 True を入れるときっていうのは、ね、会員ナンバーですねを入れるときとか、ちょっと限られてきます。フォースを入れたいと思います。小文字でも大文字でも構いませんので半角で入れましょう。 FALSE と入れます。これで OK を左クリックするか Enter キーを押しましょう。なんと相沢さんの所属ナンバーに10と入れましたら、10に対応する卓球ちゃんと E の4セルに反映されました。こちらを、オートフィルして E の11セルまで、ね、表示させましょう。E の4セルの右下にマウスポインターを持っていきまして、黒い十字キーが出たらダブルクリックします。で D の列が空欄の方に関してはエラーが出ています。埋めていきましょう。それぞれ D の6から D の11セルまで埋めていきましょうかね。こんな感じで、ちゃんと対応している所属部が出たかな。10が卓球部ですね。20が、テニス部、所属ナンバー40は軽音楽部、所属ナンバー30は陸上部、所属ナンバー50はカバディ部、10が卓球、20がテニス、30が陸上と、このようになっております。今回はここまでで終わりです。